ファクンド・フェレーラは、アルゼンチン・ブエノスアイレス州出身のサッカー選手。ポジションはフォワード。アルゼンチンの CA バンフィエルドのユースチームでキャリアをスタートさせ、2008年にトップチーム昇格した。12月6日、AA アルヘンティノスジュニアーズ戦で初ゴールを決めた。翌シーズンは18試合に出場し、6ゴールを記録した。2012年、CA ベレスサルスフィエルドに移籍し、前期リーグで自身は得点王となる13得点を記録し、チームのイニシアル優勝に貢献した。2013年7月10日、ウクライナの FC シャフタール・ドネツクと5年契約を結んだ。移籍金は推定700万ユーロ。2014年7月、マレーシア航空17便撃墜事件を受け、チームメイトのドングラス・コスタラと共に、ウクライナへの帰国を拒否。8月3日に入荷するユナイテッド FC に、レンタル移籍した。2018年6月6日、SL ベンフィカと4年契約を締結したことが発表された。2019年1月31日、RCD エスパニョールに2020年6月までのレンタルで移籍した。2021年2月1日、セルタ・デビーゴとシーズン終了までの契約を結んだ。アルゼンチン代表として2011年に、南米ユース選手権に出場し、4ゴールを記録した。ありがとうございます。